正直に喜んでいました。学校の同級生を見下していました。こんなところで本当の友達はできないなどと雑誌の友達募集に投稿したなんて黒歴史もあります。それでいていつも社交的で明るい子に媚びていました。相手にとって自分が今何番目なのか、どうしたら一番になれるのか、そればかりを気にしてカメレオンみたいに生きていました。ホームシックにかかったことはありません。むしろ初めて深呼吸ができたような感じ。思えば自分の冷たさを自覚したのはこの頃かもしれません。相変わらず人との距離感を間違え続ける日々。こんな自分のどうしてそばにいるのか、求められることにすら怖くなって拒絶したり閉じこもるようになっていました。心を開こう、自分を信じよう、あなたらしくね、になった次の日、バイト代で35万のギターを買いました。弾けもしないまま、曲も作れないままステージに立っていました。見えない何かに復讐していました。何と言われようと歌うことは私自身の証明だ。